南アメリカ、南アメリカ、南アメリカは、南アメリカ大陸とその周辺の当初、海域を含む地域の総称で、六大州の一つ、南米とも言う、ラテンアメリカに含まれる。西半球、南半球に位置し、西は太平洋に東と北は大西洋に面している。北アメリカとカリブ海は北西に横たわっている。 南アメリカは1507年、アメリカ州が東、インドではなく、ヨーロッパ人にとっての新大陸であると指摘した、最初のヨーロッパ人、バルト・ゼー・ミューラー、リングマンによって、ベスプッチの中からつけられた。面積は1778万 km であり、地球の陸地面積の約12%を占める。人口は2016年10月現在で4億万人と、 見積もられている。南アメリカは六大州の中で、アジア、アフリカ、ヨーロッパ、北、アメリカに続いて5番目に人口が多い。南アメリカは、ギャマ、アナコンダ、ピラニア、ジャガー、ビクーニャといった、多種多様な生物の故郷である。アマゾンの熱帯雨林は、生物多様性が高く、地球の種族の主要な部分である。南アメリカには、アンデス諸国、 ギアナ、コーノスール、ブラジルが含まれる。西インド諸島などのカリブ海地域やパナマは含めない。総面積は1781万8500平方キロ、人口は約4億2000万人である。面積、人口ともに、南アメリカ最大の国はブラジルで、面積855万平方キロ、人口は約2億人であり、アルゼンチンが面積で続く。 大陸の北端は、コロンビアのグアヒラ半島、外イナス岬で、北緯12度28分、南端は、ティエラフエゴ諸島のホーン、オルノス岬で、南五55度59分。大陸の約3分の2が、両海域線の中にあり、熱帯性気候だが、大陸の南部では温暖な地中海性気候から、寒冷タウな西岸海洋性気候に変わる。地形は、西部に、 南北8,500キロにわたって走るアンデス山脈があり、6,960メートルに及ぶアコンカグラを、はじめ5,000から6,000メートル級の鉱山が並んでいる。アンデス山脈は、高度は高いものの、特に北アンデスから中央アンデスにかけての、山脈上は、麓の熱帯気候と比べて、温和で暮らしやすく、山脈の間の過酷や盆地、高原には、多くの人々が住む。 特に、エクアドルからベネズエラにかけての北アンデス山脈には、キトやボゴタ、カラカスといった大都市が立地しており、これらの国で最も人口中密な地帯となっている。中央アンデスにおいてもこの傾向は顕著で、ペルー南部からボリビアにかけて広がるアルティプラーノと呼ばれる広い高原とその周辺地域は、古代アンデス文明の洋岩の地となり、インカ帝国など様々な国家が生まれた。 現在でもこの地域は人口が多く、特にインディオンが多く居住する地域となっている。アルティプラーの北部は濃厚に適し、地地下加工などの故障も存在する。ボリビアのシュトラパスはこのアルティプラーノの間の狭い谷に位置している。アルティプラーノ南部は冷涼で乾燥しており、冬西横はこの地域に存在する。アンデス山脈の西には海岸に沿って狭い平地が広がっているが、 このうちコロンビアからエクアドル北部にかけては熱帯雨林気候となっているもののエクアドル南部からペルーを通りチリ北部にかけては沿岸を通る寒流のペルー海流の影響によって雨がほとんど降らない砂漠地帯となっておりアンデス山脈から太平洋に流れ出る川の流域だけが人間が居住できる場所であるしかし特にペルーにおいては海岸部には 天々と大都市が連なっており、ペリューの首都リマもこうした乾燥海岸に位置している。この乾燥地域の南には地中海性気候の地域が広がり、アンデスの主脈と海岸山脈との間の盆地で農業が営まれる。チリの首都サンティアゴもこうした盆地の中に存在する。東部にはアンデスのような巨大山脈は存在せず、ギアナ高地やブラジル高原といった なだらかな高原が広がるものの、地形はそれほど険しくはない。そしてこれらの高原と西部のアンデス山脈との間には広い平地が広がっている。そこにオリノコ川、アマゾン川、ラプラタ川の山水系がある。オリノコ川は北流して大西洋へと注ぎ、流域は北部がリャノと呼ばれる乾燥サバンナ、南部はアマゾンへと広がる熱帯雨林となっている。 オリノコ水系とアマゾン水系は細い水路によってつながっている。アマゾン川はこの三河線中で最も大きく、長さは6300キロにも及び、流域面積は世界一である。川の勾配は川口から3450キロ上流の行き落とす。でも、海抜100メートルで非常に緩やかであり、ここまでは外洋気線の航行が可能である。 ネグロ川伊勢の流域の大部分は高温多湿の熱帯雨林で標高200メートル以下の平地が広がっている。このアマゾン熱帯雨林、セルバは世界最大の熱帯雨林として知られており、南アメリカ大陸北部の中央部をすっぽりと覆っている。アマゾンは自然の宝庫として知られており、多くの固有種が存在するが、1960年代、 以降ブラジル政府が積極的な開発に乗り出したため、徐々に森林が失われ始めている。アマゾン熱帯雨林は東のブラジル高原に近づくに従ってサバンナ気候に移行する。さらに東のブラジル北東部に入ると気候は乾燥しステップ気候となる。ブラジル高原の南東部は大西洋に面しているが、ここは降水量も多く肥沃な土地で、 サンパウロやリオデジャネイロなどブラジルのみならず南米屈指の大都市が連なる人口集中地帯となっている。アマゾンから南へ向かうとマトグロッソ高原に入るが、ここはアマゾン川水系とラプラタ川水系の分水嶺となっている。マトグロッソ高原の南には熱帯半乾燥気候のグランチャコ地方やパンタナアール大湿原があり、さらにその南には アルゼンチンの温帯草原、いわゆるパンパが広がっている。パンパは非常に肥沃な土地であり、各地で大牧場が営まれ、アルゼンチンの主要輸出品である牛肉を生産している。パンパのみならず、ラプラタ川流域の北東方面にあるパラナ川や、パラグアイ川、ウルグアイ川といった支流の流域にも肥沃な温帯草原が広がっており、豊かな農牧業地帯となっている。 ラプラタ川の河口にあるブエノスアイレスはこの地域の経済の中心である。パンパの南には乾燥して冷涼なパタゴニアの大地が広がっている。この地域はパンパに比べて自然条件が厳しく牧場が点在する程度で開発は進んでおらず、強風の吹きすさぶ高涼とした土地が広がる。パタゴニアは冷涼な気候と強風が特徴であるが、この気候は南に つまり南極に近づくにつれて、より一層強くなる。南アメリカ大陸と続島であるフエゴ島との間には、細いマゼラン海峡が通っており、パナマ運河ができるまでは、大西洋と太平洋をつなぐ、ほぼ唯一の商業水路であったが、南極から吹きつける強風によって、非常な難所として知られていた。フエゴ島の南端近くには、世界最南端の都市として知られるウシュアヤがある。 南アメリカの最南端は、同じ笛ご島に位置する、ホーン岬であり、ドレイク海峡を挟んで、南極大陸と向かい合っている。南米大陸西岸にあるペリューの首都リマと、北米大陸東岸にあるアメリカ合衆国の首都ワシントンとの経度を比べてみると、ほぼ同経度にあることがわかる。つまり、南アメリカは北、アメリカよりもヨーロッパに近いということができる。 このことが南アメリカの大西洋岸地域をヨーロッパと密接に結びつけた。南アメリカに人類が出現したのは氷河の時代や人類の時代といわれる鉱石魚の末期である。その時期に東北アジアから野生の動物を追って渡来してきたモンゴロイドのホモサピエンスサピエンスの狩猟民が気候の温暖化、乾燥化によって変化する環境に適応しながらこの地方に定着した。 中央アンデスにおいてはやがてジャガイモやトマトなど、この地域の植物を栽培化していき、この食料生産と農耕を基盤として、独自の文明が育まれた。これらの国家は、象徴を繰り返すが、15世紀末には、アンデス地域の下半は、タワンティンスいう、四つの地方と呼ばれ、ゲンペル南部高原のクスコを首都にした、インカ帝国によって統合されていた。 この他の地域では大規模な帝国は生まれなかった。しかし、インカ帝国は大航海時代からのヨーロッパ人の世界進出の波に飲み込まれ、1533年にスペインのフランシスコ・ピサロがクスコに入場することで、ほぼ滅亡した。これによりスペインは、インカ帝国の医療を制圧し、さらに周辺地域にも支配を広げていき、16世紀中頃には、アンデスなど、 南アメリカ大陸西部を中心として、大陸の下半を支配下に収めていた。例外はポルトガルでトルデシラス条約の規定を根拠として、大陸東部のブラジル北東部、ノルデステを中心に勢力を広げ、やがて大陸東半を支配下に収めた。ポルトガル領が17世紀初頭に一時オランダ領になるなどの変化もあったが、この勢力図は19世紀初頭に各植民地で、 独立運動が始まるまで基本的な変化はなかった。この両国はどちらもラテン系の国家であり、ラテン系の言語や文化が地域に深く浸透し、中米と並んでラテンアメリカと呼ばれることとなった。19世紀初頭、ナポレオン戦争によってヨーロッパが混乱すると、南アメリカ各地でも独立への動きが表面化した。例外はブラジルで、 本国をナポレオンに侵略されたポルトガル王室がリオデジャネイロに戦とし、ブラジルに根を下ろした。戦後も情勢は安定せず、シモンボリバルやホセデサンイコールマルティンといった独立の英雄たちの下で、南アメリカのスペイン領諸国は1820年代に相次いで独立した。ついで、ブラジルにおいても王室のポルトガル機関に際して王家が分裂し、 リオデジャネイロに残った王家は、ブラジル帝国の成立を宣言し、ここに、スペイン・ポルトガル両国の南アメリカにおける領土は消滅し、南アメリカのほとんどは、各独立国家によって統治されることとなった。独立はしたものの、各国の統治体制は脆弱で、カウディリョと呼ばれる地域ボスが各地に分立し、各国を先制的に支配することとなった。また、 各国間の国境も明確に定まっているわけではなく、このため19世紀には各国間で領土をめぐる戦争が多発した。経済的には急宗四国に代わってイギリスの強い影響下に置かれることとなり、非公式帝国と呼ばれるイギリスの経済派遣が確立していた。1870年代以降になると、 南アメリカ南部で成長が安定し始め、それに伴って経済成長が起こった。最初に情勢が安定したのはチリで、ここは建国以降成長の混乱が最小限にとどまり、順調に成長を続けていた。ついで、ブエノスアイレス州と内陸諸州との内戦を収めたアルゼンチンが、冷凍船の開発に伴う牛肉輸出の爆発的増加によって、経済成長を成し遂げた。 ウルグアイもこの牛肉輸出ブームの恩恵に預かり、20世紀初頭には、この繁栄の中で、ホセバッチェ・ヨルドーニエスが現れて、福祉国家化がなされ、南アメリカでも最も安定した国家となった。ブラジルでは、コーヒーブームによって、サンパウロ州などの農園主の発言力が増していき、1889年には、皇帝が廃位されて、共和制となったことで、 南アメリカの国家はすべて共和制国家となった。この両期間を通じて、ブラジルの政情は安定しており、特に南部を中心に経済が成長した。南米北部においてもプランテーション農業や鉱物輸出によってある程度の経済成長はあったが、南部に比べると政治的安定にかけ、成長も限定的なものにとどまった。1930年代以降、 南米各国では世界恐慌による一時産品価格の下落による経済危機に見舞われ、この混乱の中からポプリスもポプリストが各国に出現し、政権を握るようになっていった。アルゼンチンのフアンペロンやブラジルのジェトリオ・ドルネルス・バルガスなどがその代表例である。しかし彼らの政策は経済の混乱を招き、 その中で軍部がクーデターを起こして実権を握るようになっていき、1970年代半ばにはコロンビアやベネズエラなどの数カ国を除いて、ウルグアイやチリなどのかつて安定した民主主義国家であった国々でさえ軍勢が敷かれるようになっていた。しかし、軍部もまた経済危機を乗り越えることはできず、1980年代以降、南米各国では急速に民主化が進んだ。 この地域を統括する経済組織としては、1948年に国際連合の下部組織として設置された国連ラテンアメリカ経済委員会、1984年に国連ラテンアメリカカリブ経済委員会に解消や1961年に発足したラテンアメリカ自由貿易連合、ラフタ、後に1981年にラテンアメリカ統合連合に改組などがあったが、 いずれも中米との統一組織の上、加盟各国の足並みの乱れなどでそれほどの効果が上がっていなかった。そのため、近接する国家同士による経済機構結成の機運が生まれ、1969年にボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルー、ベネズエラ、チリのアンデス六カ国によってアンデス共同体が結成され、ついで1991年にはアルゼンチン、 ブラジル、パラグアイ、ウルグアイの南アメリカ南部4カ国によってメルコスールが結成された。この2つの共同体は加盟国間の出入国管理の簡素化や域内関税の撤廃などで一定の成果を上げた。そしてこれらの成果をもとに南米全体を統括する2004年に南米共同体が結成された。後、2007年には南米諸国連合、ネスアニカイソ。 南米諸国連合は、メルコスールとアンデス共同体の2つの関税同盟を統合して、大陸一体の自由貿易権を計画している。南米諸国の所得格差は、他の大陸を含めても最も大きいと考えられている。ベネズエラ、パラグアイ、ボリビア、及び他の南米諸国は、上位20%の富裕層が60%の国府を有し、 20の最貧層は5に満たない。この大きな格差は、南アメリカの諸都市で、マテンロと上流階級の豪華なアパートに隣接する、貧困層のスラムという形で目にすることができる。南アメリカの富は、南部諸国の方が、より多く、チリ、アルゼンチン、ウルグアイの三国は、コーノスールと呼ばれる、先進地域を形成している。ブラジルも、また、 南部と南東部は開発が進んだ豊かな地域であり、コーノスールから連続する先進地域の一角を成している。一方で、チリを除くアンデス諸国やブラジルの北東部は相対的に貧しい地域となっている。南アメリカ人の約50%を占めるブラジル人はポルトガル語を話す。その他のほとんどの国でスペイン語が公用語であり、スリナムではオランダ語。 フランス植民地のギアナがフランス語、ガイアナでは英語が話されている。その他の言語としては、ヒンディー語とインドネシア語がスリナムで話されている。イタリア語がアルゼンチン、ブラジル、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラ、チリで話されている。ドイツ語がアルゼンチン、チリ、ベネズエラ、ペルー、パラグアイの極一部と、 ブラジル南部各州の多くの地域で話されている、ライアグランデンサーハンスラキッシュは国で最も話されている、ドイツ語の方言であり、その他のドイツ語の方言も広く話されている。ブラジル式、ポメラニア語もリバイバルされている。ウェールズ語はアルゼンチンのパタゴニアのトレレウ、ラウソンで話され、書かれている。少数の日本語話者もブラジル、ボリビア、コロンビア、パラグアイ、 エクアドルにいる。レバノン系、シリア系、パレスチナ系のアラビア語話者は、ブラジル、エクアドル、チリ、アルゼンチンのアラブ人コミュニティにおり、コロンビアとパラグアイには少ない。上流階級と高等教育のある人々は一般に、英語、フランス語、ドイツ語、またはイタリア語を学習する。この地域で観光は大きな産業であり、 英語や他のヨーロッパの言語はしばしば話されている。ウルグアイと近接しているため、南ブラジルの大半にはスペイン語の話される小さな地域がある。ヨーロッパ、特にスペイン、ポルトガルとの歴史的なつながりのため文化的に豊かであり、アメリカ合衆国の大衆文化からインパクトを受けている。南アメリカのスペイン語圏アメリカの文学は1960年代。 1970年代のラテンアメリカ文学ブームで大きな人気を得た。小説ではガブリエル・ガルシア・マルケスが他のジャンルではパブロネル・ウーダやホルヘルイス・ボルヘスといった作家が注目された。南アメリカの広範な人種混合によりラテンアメリカ料理は黒人、インディオ、アジア人、ヨーロッパ人の影響を受けている。西アフリカの影響を受けているブラジルのバイヤは 特に有名である。アルゼンチン、チリ、ウルグアイでは一般にワインが好まれており、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ、チリ南部とブラジル南部の住民は好んでマテ茶を飲み、パラグアイでは冷やしたテレレが飲まれる。ピスコはチリとペルーでグレープワインから生産される酒であるが、双方の国が起源を主張している。ペルー料理は中国、日本、スペイン、アフリカ、 アンデスアマゾンの料理の要素の混合である。インディフェナとしては、ペルーとボリビアの人口の大多数を占めている。ケチュア人、アイマラ人は、他のスペイン五軒諸国よりも注目される存在となっている。大陸南西部のアルゼンチンとウルグアイでは、南ヨーロッパ人の子孫がマジョリティである。チリ、パラグアイ、コロンビア、エクアドル、ベネズエラではメスティーソが、 最大のエスニックグループである。スリナムはアジア人が最大の唯一の国である。フランス領ギアナではクレオールが最大のエスニックグループだが、ガイアナ、ベネズエラ、スリナム、コロンビア、ペルー、エクアドルでもまた大きな人種集団である。ブラジルは南アメリカで最も多様な人種構成の国であり、多くの黒人、白人、ムラートと注目されるべき数のアジア人。 アメリカインディアンの住人を抱えている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。